ボートレース宇都ビーナスシリーズ第14戦ボートボーイカップシリーズ3日目終盤戦に入っていまして10レース予選トークショーです。定番通り進入していきそうです。インコース1号艇深川真奈美が入ります。今日の前半レースは日夜から推薦しています。2コースは2号艇浜田アリサ。第6レースは2周1マーク逆転劇で3勝目飾りました。3コースは3号艇山下祐樹が向かっています。外枠2走だった昨日は価値ある連勝ゴールです。4コースは4号艇落合直子。第5レース一旦まくられそうになったんですが逃げたかっています。5コースは5号艇柴田桃江が向かって6コース6号艇湯浅紀香となっています。角位置は4コース4号艇落合で3対3です。このレース人気は1号艇深川、2号艇浜田と内枠両者に人気がやや集中した一戦です。風は緩やかなホーム、追い風が現在も2メーター前後です。第10レース予選特賞スタートまではまもなく残り10秒です。インから1番、2番、3番ダッシュは4番、5番、6番です。スタートしました。1コースから5コースまで5艇は揃ったスタート。逃げる1号艇深川、2号艇浜田、佐下、3号艇山下、幕井坂、外行った5号艇柴田、内側から4号艇落合、6号艇湯浅が続く。佐下、2号艇浜田、逃げる1号艇深川、捉えるか。内枠両者並走。3番手から3号艇山下が続く。あとは6号艇湯浅、4号艇落合、5号艇柴田、スタートは正常です。2マーク2号艇浜田に対して握ったんですが1号艇深川届かず。3番手は3号艇山下祐樹。現在上位は2番、1番、3番です。2周1マークは2号艇浜田有沙が先頭。2番手から1号艇深川真奈美が続く。3番手は3号艇山下、おつけで2番手に迫るが握ってかわす1号艇深川。2番手は1号艇深川キープ。3番手は3号艇山下祐樹の順。依然上位2番、1番、3番です。4番手6号艇湯浅、後方5号艇柴田、4号艇落合の順です。第2ターマーク2号艇浜田、1号艇深川、3号艇山下がクリア。2番、1番、3番で6艇がこれからホームステッチ最終周回に入ります。3周1マーク、ここは2コースから差し切りました。2号艇浜田アリサ先頭1マーククリア。2番手1号艇深川真奈美、そして3号艇山下祐樹の順番変わっていません。3連単2対13のオッズ 9.8 倍になっています。これから最終ターンマーク、先頭2号艇浜田アリサが旋回。2番手1号艇深川真奈美、そして3号艇山下祐樹が続く。2番、1番、3番で10レースまもなくゴールです。これで3連勝、先頭2番浜田五輪、1番深川五輪、3番山下五輪、5番柴田、4番落合、6番湯浅五輪です。ですよね。はい、はいはい、よかったです。はい、ではレースを振り返りたいと思います。風も結構穏やかでしたかね。そうですね、はい、うん、全速で通過できました。いや、ちょっと放っちゃいました。ちょっと放っちゃった。はい、ただあんまりデコボコしてなかったですね。そうですね、はい、うん、一幕の判断です。はい、引き波を一つ超えていくんですが、はい、この辺りいかがでした。そうですね、初動も今のはしっかりかかってくれて、うん、はい、その後の足もいいと思います。はい、1号艇とちょっと手を並べる格好になります。はい、この伸び比べではいかがでしょうか。うん、そこの足が今節すごいいいので、はい、はい、いいと思います。はい、もうじゃ結構納得ですよね。納得してます。はい、うん、前半戦いらしていただいた時にも今日が一番いいっていうお話でしたけど、はい、ほとんど何もしないで、もう、はい、ちょっと下がった分を直すぐらいで、うん、はい、もうそのままって感じです。はい、はい、なので前半と変わらず、はい、今日がやっぱり一番いいと、いいと思います。はい、いうところなんですね。はい、はい、こういう良さを引き出すコツ、なんかあるんですか。突き進むことです。おっしゃってましたね。はい、そういえばね。はい、うん、満足せず突き進んだら、うん、はい、はい、なんかすごい良くなりました。で、結果がついてくると余計自信にもなりますもんね。そうですね、はい、はい、分かりました。はい、他の選手からも結構評判が良さそうなんですけど、はい、そういう立ち位置としてはどうでしょうか。もう、はい、そうですね、自分の中でもここ最近で一番いい足してると思ってるので、はい、はい、うん、
みんなが言ってる通りだと思います。わかりました、はい、じゃあこのまま突き進んでいきましょう、はいはい、では明日のレースに向けてファンの方に一言お願いします。はい、次はユキが走ります。応援してください。濱田ありさ選手にお話を伺いました。明日も頑張ってください、はい、濱田選手のウィナーインタビューご覧いただきました。競争成績です。1着2番濱田ありさ、2着